すぐれもん自動車用品のクセです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、洗車感覚でプロのコーティングギガクリスタル MK10H です。塗って乾かして水で洗い流すだけ、シャンプー洗車の感覚で本格的なボディのガラス被膜コーティングができます。黒い車でもムラになりません。プロ用のコーティング剤はクリア塗料のような液剤を手で塗ります。しばらく経ってからマイクロファイバークロスなどで拭き取り、乾かして完成です。塗ってしばらく乾かして拭き取るだけですが、コーティング施工のスキルが必要です。塗り残しや拭き取り不良があった場合は大変です。プロに手直しをしてもらうことになると思います。塗料のような分厚い被膜ではありませんが、カチカチに固まります。プロ用のコーティング剤を水溶性にして失敗の不安を解消したギガクリスタル MK10H です。付属品です。コーティング剤の塗り込み用スポンジが1つ、マイクロファイバークロスが2枚、コーティングが完全硬化するまで水染み、ウォータースポットを防ぐ偽性被膜剤KMGC が1つ、保護手袋が1セット、シャンプー添加剤が1つです。完全硬化後メンテナンス用です。うちの車です。フロント周り左半分に MK10H を施工します。まず洗車です。メンテナンス用の粘土クリーナーでザラつきを取り除きます。ピカピカツヤツヤですが、ところどころに水垢がついています。両備のダブルアクションポリッシャー RSE1250 で掃除をします。超微粒子コンパウンド用のスポンジバフを取り付けます。超微粒子コンパウンド 3M のハード 2L です。水垢落としと仕上げ磨きが同時にできます。スポンジバフはぬるま湯でもみ洗いをして乾かすと再使用できます。シリコンオフで脱脂をします。ボンネットの左半分と左フロントフェンダーに MK10H を施工します。20回から30回よく振ります。水スプレーです。スポンジから水が垂れない程度に数回スプレーします。コーティング剤を5滴から7滴スポンジに含ませます。縦方向横方向塗り残しがないように塗り込みます。液剤がかすれてスポンジの滑りが悪くなりますので、時々水スプレーをします。50センチ四方ごとにコーティング剤を5滴から7滴スポンジに補給して塗り伸ばしました。
コーティング剤がボディにくっついて落ち着くまで待ちます。夏は30分、冬は1時間乾かします。乾燥時間が長くなる分には問題ありません。うちの車を乾かしている間にセンチュリーのトランクパネルに施工します。メタリックの入っていない黒色ソリッドです。屋内保管のため水垢汚れはありません。ほとんどザラつきはありませんが、メンテナンス用粘土クリーナーで軽く掃除をします。細かい傷がたくさんあります。自動車電話アンテナの取り付け跡です。 RSE1250 で仕上げ磨きです。超微粒子コンパウンド用のスポンジバフです。ハード 2L です。マイクロファイバークロスで軽くこすってみます。コンパウンドがこびりついて取れないので、後で水で流します。コンパウンドを洗い流します。コーティング前の下地作りが終わりました。黒さが深くなり、映り込みがはっきりしています。MK10H を塗り終わってから30分以上経っていますので、水で洗い流します。付属のマイクロファイバークロスで水をかけながらコーティングの余剰成分を洗い流します。水分が残らないようにきっちり拭き取ります。水のかからないところで3時間寝かしてから偽性被膜剤を軽く塗って完成です。3時間待ちます。トランクの右半分に MK10H を施工します。よく振ります。シリコンオフで脱脂をします。スポンジに水スプレーをしてコーティング剤を5滴から7滴含ませます。
夏の時期なので30分間乾かします。30分経ちましたので、コーティングの余剰成分を洗い流して水分を拭き取ります。トランクパネルは雨風の影響を受けない屋内保管なので、コーティング施工は終了です。コーティングは5日後完全硬化します。 MK10H を洗い流してから3時間経ちました。コーティングが完全硬化する前に雨降りなど水がかかると、ウォータースポットができやすくなります。水しみやウォータースポットを防止するため、偽性被膜剤 KMGC を軽く塗ります。水で湿らせて固く絞ったクロス2枚用意します。1枚目のクロスに2回プッシュしてボンネットに塗り伸ばします。すぐに2枚目のクロスで拭き取ります。左フェンダーにも同じ手順で塗り込み拭き取ります。偽性被膜ができました。完全硬化するまでコーティングを守ってくれるので、水をかけても問題ありません。雨の日が続いていますが、雨地にウォータースポット対策をしているので安心です。MK10H を施工してから5日後です。完全硬化していると思います。左側が未施工、右側 MK10H を施工しています。未施工部分です。施工しています。コーティング被膜はしっかり定着しています。ツヤ出し効果も確認できました。撥水具合の確認です。 MK10H は水はけの良い浸水タイプです。偽性被膜剤 KMGC を塗ってみます。2回プッシュの少量で十分です。水玉の転がる強い撥水になります。KMGC は簡易型のガラスコーティング剤です。中身は同じ別売りの200ミリリットルボトルもあります。MK10H のメンテナンス用として最適です。1ヶ月に1度、マイクロファイバークロスで塗るだけです。強い撥水と MK10H の硬化系ガラスコーティングの被膜が長持ちします。ボンネットの左半分と左フロントフェンダー、トランクパネル右半分に MK10H を施工しました。中身はたっぷり残っています。
ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。